演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら、ドトールコーヒーのケーキを使用されたいと思います。ミルクレープからいただきます。あ、こんなにケーキがいっぱいあるなんて幸福です。最初にラーメンだったコンビニでミルクレープだったら、クッキーの普通にとった時にしっかりとした食感があって、ラーメンでミルクレープもさっぱりとした味、とても美味しかったです。かぼちゃタルトの濃厚でかぼちゃの甘みをピーミングだというのがありました。そのお店モンブランも下の方がクッキーなので、他のモンブランとちょっと違った感じがあって、さらにクリッとした何か変わったものも入っていましたし、クリームも濃厚で美味しかったです。最後のチョコレートは最初のミルクレートにさらにチョコレートが入って甘さを塗り浸ってる感じですね。いずれもコーヒーと合わせてよく食べるのがそんなに甘ったるい感じではなくて、むしろさっぱりした食べやすかったので、とても美味しかったです。何個でも入れちゃいますね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。すべてこちらです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。